今回は海外のある選手につないで対談します。そのゲストはこの方です。どうぞ。どうも。どうも。おい。どうもどうも。トルコだもんね。そうですね。トルコもだって今緊急事態宣言というかさ、ロックダウンで厳しいわけでしょ。そうそうそう、もう1ヶ月以上僕らも自宅待機続いてて、週末とかもう木金土とかはもう4日間3日間とかもう完全スーパーも閉まってロックダウンしてます。誰も出れないって感じなんだな。そうです、出たらもうあの罰金みたいな、だいぶ厳しくなってます。でもあのでかい家いいな。いやすごい、もうそうですね。ね、まだあのバルコニーあって海なんで、もう周りが全部、うん、まだいいですけどね、うん、そこでトレーニングしてます。なんかそうだよね、だからみんなあのトレーニングしたいときは長友チャンネルでトレーニングを一緒にしてください。あれは結構きついですけど、ね、結構まあまあぼちぼちいい感じに刺激くると思うんですけど。でもう本当毎日どうしてんの？トレーニングしたり、あとは語学も毎日勉強しますね。じゃあ語学って何、今あと何、英語やろ、でイタリア語、トルコ語か。トルコ語はこっちはあの僕はもう全然やってないですよ。今は英語好きやってます。ちょっと最初にやっぱユウトが家庭を持つっていうことが俺にはなかなかこうイメージがなかったんだよ。あの昔ね、こう一緒に FC 東京で出会った頃から考えたら、どうなん、自分は家庭を持ってとかっていうのは。いいっすよね、家に帰ってきて家族がいて、うん、まず電気がついてって、家族が子供たちもめちゃめちゃ可愛いし、やっぱこの精神的にやっぱ全然違いますね、うん、家族いたらなんかサッカーで例えば負けたりとかいいプレーできなかったのに、うん、こうやっぱりこう家庭に帰ってきて一人だと家に帰って、うんうん、なんかそのことについていろいろ考えられちゃったりとか多分すると思うんですけど、家族がいたりね、子供がいたらもう吹っ飛びますよね。でも喧嘩とかしないの？喧嘩しないですね。すごいじゃん。喧嘩しますよ、むしろ。俺はまあまあ今、うん、そう、辞めてからがちょっと家にいる機会も多くなったりとか、うん、俺もピリピリして仕事持ち帰った時とかっていうのはなんかこうイライラしたりとかっていうのはあったりするけど、ある意味家庭を持ってまた責任が出て、子供を持って、だって2人の息子だろ。俺も2人の息子だけど、いやー大変ですよね。いやだって今僕、まあ、上の子は2歳で下が8ヶ月ぐらいなんだけど、うんうん、ねえ、やっぱり一番手のかかる時期なんで。2歳だったらめちゃくちゃこう走り回るし、いやーやばい、すごいです。ね、8ヶ月の子はまだね、やっぱりこう夜とかも結構こう起きて、うん、やっぱそこも大変だしね。あ、じゃあ別々寝てんの？あ、一緒に部屋に寝てます。あ、ほんと。あ、じゃ あ起きるんだ。僕は起きるというか、入選してます。いいね、いいね。まあね、これサッカーにはだって体調を整えたらめんや、しっかり寝なきゃいけないじゃん。あとの、うん、違う時間で手伝ってあげるっていうのをちゃんとしていけば。そうですね。それ、うん、そこ僕も意識してます。まあ寝ないとね、やっぱりそうなんでやっていけないんで。でも、俺思うと、なんかね、やっぱ家族を持ってからの優斗の、その、はいはい、余裕とか、落ち着きとか、その、幅が広がったなっていう印象はあるんだけど。あ、それは多分変わったなと思います、自分自身も。うん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 、いろんな意味でこうどっしりできるようになったっていうかっていうのはありますね。だからサッカーの世界でもこう、まあ、試合やってても見えてるこの世界がまた変わってきたなっていう、うん、あ、どういう世界になんねん。いや、そんなもうやめてくださいよ。めちゃくちゃ見えてるその世界のレベルじゃないですか。見えてるって。いやいや、それは俺はだってその海外で経験したことないから、ユウトが海外に行くって言ったところでもう、はい、まあ、愛媛の同じ出身としては、はい、あ、もうちょっとこう分からない世界に行ったなっていう感じだったから、はい、逆に教えてもらいたいことがたくさんあったもん。教えてもらいたい、もう愛媛もうレジェンドですからね。もうやめてもらいたいです。確かに愛媛だな。そうっすよ、もう僕が小さいからもう福西崇史もやばいっすよ、レジェンドっすよ。だって僕福さんの行った高校に行きたかったぐらいですよ、ね、それもさ、俺も聞きたくて、やっぱ小6の落ちた愛媛 FC のジュニアユースの、まあ、落ちて、そこからじゃあその学校に行こうっていう選ぶっていうか、そういうのっていうのはどういうふうに決めたの？まあまあやっぱり自分もサッカー選手になることが夢だったんで、まあ愛媛の中でどこが強いんだろうってこうなって
まあ、考えてたんですけど、うんうん、まあ、そこちょうど福西さんがこう出た新山工業がまあ自分にとって、うん、まあ、一番近くて、しかもやっぱり福西隆っていう僕らとしてはね、まあ、夢の存在だったんで、だからそこの高校に行きたいなってまず思ったんですよ。ただその僕は中学校の時にその高校と一回練習試合をした時にあまりこう強くなかったというか、あ、その当時はもうなんか自分が求めてるこのレベルというかもっと高いところで勝負したいって思ったんですよね、僕はその時。それでそう、もっとじゃあもう県外を目指そうと。ああ、そういうことか。俺東福岡になんで行ったのかなと思ってて、まあ、当時もちろんあの国見と鹿児島実業と東福岡が、うんうん、まあ、強くて有名で、うん、この3つのどっかに行きたかったんですよ。お、うん、で国見はもうあの転校しないとなんか行けないみたいな公立の高校で、うん、確かで、うん、東福岡はなんか僕のじいちゃんの知り合いがちょうど福岡にこう、まあ、住んでて、うん、まあ、その先生で知り合いがいて、そこからセレクションを受けられるこの人脈というかができて。ああ、そういうことだったのね。だって愛媛で生まれ育って俺はもう次ジュビロに行ったから。はい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 、ユートの話も聞いてて、あれなんで東福岡行ったやろうと思って、そう、それで不思議にずっと思って、ずっと聞けずじまいだったから。いや本当に日本国ですか。そうなんだ。でも確かに俺らが終わってから選手権は何回か行ったみたいだけど、そこからはもう、はいはい、もう全然らしくて。そうですよね。そう、やっぱクラブチームにみんな行ってしまうから、やっぱり愛媛もそうだけど、もう四国自体の選手がもう中学校から出てったりとかクラブチームに行くっていうのが多くなって、高校には来ないっていうのがあるみたいね。ああ、いや、もうなんか思い出すわ、いろいろ。なんかブランド行った時もここで福西隆が練習してたのかみたいな、やっぱりさ。そうで、なんかもう伝説というかめちゃでかいタイヤを福西隆はこう、なんかこう、あ、引いたで引いてたみたいな、もう伝説ずっと待ってて、めちゃでかい。いえいえ、伝説ちゃうとあれみんながやるなんトレーニング。あ、なんかそうなんですね。そうそうそう、グランド整備も兼ねてこう、あ、なるほど、タイヤを引いてくっていうのをやってたってだけで、はいはい、いやでも僕らの中ではもう伝説というかさ、こうなんだろう、これを福西隆がやってプロに行ったんだみたいな、もう今でも思い出すね、その話と、その当時のそこのグランドに行った時のこの景色っていうのは忘れられないね。あー、なるほど。俺もだってそうよ。だって西条、まあ、これみんなね見てる人は分かんないかもしれないけど、新居浜と西条っていうか隣にあって、はいはい、で俺は新居浜に育って、優斗は西条で育って、で西条のところ通るたびに、あー優斗ここなーとかってあったし、駅の方行って、あー この町で遊んでたんかとかねな、悪さしてるっていうのは、まあ、ナスチャンネルで見てもらえればみんな分かると思うんだけど、ね、そうありますね、そういうのがあってからのやっぱ FC 東京というか、まあ、明治大学を経ての、まあ、FC 東京じゃん。で俺はすごい親しみ感じたのはやっぱり何クソ魂じゃないけど、俺もプロになるときに新居浜工業からプロになれるとも思ってなかったし、いやこのままじゃあかんって言いながらプロになれたけれども、やっぱり言うとも、ね、明治大学なかなかなれないっていう状況からやっぱ FC 東京入ったと。そういうのがすごい親近感が湧いててっていうか、っていうところで FC 東京の時にさ、福岡指定でお前が俺のところに走ってきたの覚えてる？え、教科書ですぐなって福さんのところに走って、そう、クラブハウスで遊びに来たとか練習来たのかな、俺その練習してる記憶はなくて、ユートが向こうからうわーって走ってきたやつがいて、最初わかんなくて俺誰が来たんだと思って、長友ですって挨拶してくれて、はいはいはい、で愛媛出身なんですって言って、マジっすか。うん、あのクラブハウスで筋トレルームまで走ってきたんじゃなかったかな確か。俺いつも初めてじゃあ練習行った時かもしんない。俺はもうその時のユートの走ってきたあの姿だけはもう覚えてて、マジっすか。うん、うわーちゃんとしてるやつや、うん、可愛がろうっつってて、どうだ、海外に行くっていうかその意識をし始めたのっていうのはいつぐらい？やっぱり代表に選ばれてからですね。その FC 東京入ったその、5月に岡田さんが初めて代表に入って、うん、あ、復帰の時だ、復帰の後か。そうそうそう、あの復帰との戦いを俺も本当気にして見てたから、復帰を抑えたらすげえけど無理やろなと思いながら見てたけど、やっぱあの気持ちの入った何もうこんなして首もうこうやって持ってってお前タックル行くじゃんかってあれを見てたらやれるなと思った
もうやばかったな、もう絶対負けなくなったんですよね。でもそれがやっぱ構想したというかさ、見てくれてたわけでしょ、はい、たまたま岡田さんがその試合をスタジアム、うん、はい、これを止めたら、うんうん、上に行けると。じゃあ 今までっていうか FC 東京でのきつかった練習とかって覚えてる？それはやっぱりあの学生時代とかありますよ。学生時代、まあ、中学校時代とか高校時代、まあ、大学も含めてすごいきついトレーニングしてきたんで、うん、プロに入ってからトレーニング全然きついと思います。ちょっと何そのきつい練習っていう理不尽系か まあ理不尽系もありますね。どっからどこまで走ってこいとかさ。そうですね、この時間の間ずっと走れとかさ。いやなんでだからもうプロになってからもうまあ僕にとっては良かったんですね。そこで根性を含めて鍛えられたんで、だからプロに入ってからの練習は一切きついと思わなかったんですよ。むしろ足りないみたいな。愛媛の時代に俺がこうやってる高校の姿は見てないじゃん、まず。そうですね。で、初めて見たのはいつ？一番最初のテレビですね。どんな印象やったの？片づまいかっけえな、まず。みんなに聞くとみんな怖かったって言うんだけど。ああ、まあ、怖かった。でも怖いはなかったですね。そのじゃあ挨拶に来る時も、あ、福西さんだから挨拶してこなきゃっていう感じ？ああ、もう生になったらもう全然違いますよ。怖いというか、やっぱりもう雲の上の存在でもうめちゃ緊張しました、ね、そんなことはないよ。いや、ほんまに、いや、そんなもんすよ。鼻折られたというか、自分たちの自信が過信だったのかなっていう、うん、でもあのベルギー戦でも俺もマジでいけんじゃねえかって思ったけど、やっぱり強かったな。いやー、強かったですね。正直僕も2-0になってこれ絶対いけんだろうって思ったんですからね。なんか途中からフェライニとか出てきてしんどかったですね、後半。